はい、おはようございます。心理カウンセラーが田舎暮らしを始めて自然農法を探求しているウーロンです。よろしくお願いします。ということで今回のテーマは炭素循環農法です。炭素循環農法は探求してましてね、竹チップや実殻、葉っぱの枯れ葉をこう集めてこうチップにして、まあ土に混ぜ込んでいくっていう、炭素を混ぜ込んで、で糸状菌を作って、まあキノコ菌をどんどん生やして生物の餌にするんですけど、でもこれがなかなか初めからうまくいかなかったもんで、結構ライアンドエラーを重ねてどん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 改良していったんですね。ということで今回は炭素循環農法の改善版をご紹介したいと思います。それではイエス田舎暮らし。木のチップとか枝とか枯れ葉とかあるんですけど、堆肥を作った時に、草以外は、分解するのがすごい遅いんですよね。枯れ葉を植えて堆肥にしようとした時には3年以上かかりましたね、分解するのに。だからなかなかすぐに速効性があるようにはちょっと思えなくて、木のチップ、木の枝、枯れ葉を払って、それ以外の草、枯れた草ですね、枯れた草だけを使って炭素の循環をしようと考えついたのがこの方法なんです。それではその方法をご覧ください。
ということで、今回は炭素を循環して野菜を作るので、畑から出てきたものだけで野菜を作る営みを利用して育てていくので、本当に無理のない、無駄のない、それで悪いものは一切入っていないというような野菜の作り方なんですよ。でこれが本当にね、どんどん広まって皆さんが苦戦してこういう美味しい野菜を作ってくれたら嬉しいなと思います。畑から出てきたものだけで野菜を作るという自然の営みですね。本当に無理のない、無駄に肥料を使ったり農薬を使ったり除草剤を使ったりとか、そういうものを外から入れるのではなく、自然のサイクルだけで野菜を作っていくんですよ。でしかも傍観してないですね、我々が。ちゃんと自然の中に自分がいるんですよ。自然の農法って結構自然に任せて自分たちが何もしないっていう風に思われがちですけど、それでは自然の中に自分が入ってないんですね。で自然の中に自分たちが入ってこそ一つの循環なんですよ。なのでちゃんと耕します、ちゃんと自分たちの意思を持ってこういう野菜を作りますというのを自然にちゃんとオーダーしています。ちゃんと自然は受け止めて、で自分たちの、なんていうのかな、サイクル、自分たちがサイクルの中に入っていくんですね。自分は自然の一部なんだなっていうのを実感できることが、自然の方やってて嬉しいなと、楽しいなと思いますね。本当にね、僕たちは自然の一部ですよっていうことをちゃんと実感できるような農法、これこそが人にも自然にも地球にも優しい農法ではないでしょうか。ということで、いろんなことがありますが、そんなことは関係ありません。人生いろいろありますが、そんなことはなんとかします。オールベチャライ。